ヒゲさん、オーバーホールしてから何キロぐらい走ったんですか？ざっくりでいいですよ。4000ぐらい。じゃあもう奈良市はもう完全に終わってる。奈良市はこう引き取ってから10日間ぐらいで終わった。早っ。龍神3回って終わり。さすがですね。ライドンさっきと走ってないですか？走ってます。あ、今日走ってます。はい、いつもアンディさん見てます。B で走ってます。あ、そういうこと、はい、なるほどなるほど。そうか、あれ一回待ってないよなと思って。僕は見てますよ。あ、撮った。でも、あ、今時間ないと思って後で行こうかなと思ったらいつもいない。なるほどね。だからサーキットでストレートの振動がすごい減りましたね。あ、そうなんだ。伸びもいいですし、はいはい、ストレートで200超えてからの振動がなくなったというか、はいはい、うーん、前は結構、あ、いけるかな、怖いなっていうのがちょっとなったんですけど、うーん、なりましたしね。まあ、変なもたつきというか、もたつくとこはあったんですけど、うん、それもないし、自体はもう快調そのものですね。体感的には何馬力アップしてると思いますか？測定前に。いや、僕を見られてもどうでしょう。どうなんでしょう。20ぐらい上がってるんじゃないですかね。おーっと20。20すごいですね。武田さんは何馬力アップぐらいだと予想してますか？いやいや、だって新車に戻る状態にしかしてないから、はい、それに近い数字が出れば前が145でしょうね、後輪で。確かに、まあ、武田さんのメカニックとして組んだ手感でざっくりこんぐらい上がってんなっていうのは何馬力ぐらい上がってますか？20馬力。20馬力はないでしょ。2馬力。いや、2馬力はないな。なるほどね。30にしたい。30。俺個人的にはね、どうか6馬力ぐらいかなっていうのがね、ちょっと現実的かなと思ってるんですけど。え、新車って何馬力？151か2ぐらいですね。それあれですよ、カタログ値で151か2ってことですよね。150、15マイナスで135。やっぱそう考えても145ってこの前よく出てますよね。そうなんですね。めっちゃ出てる。アクラのチタンフルエキゾーストの液体がいい色してますね。白い煙が少し出ているのは脱脂洗浄剤の残りなので心配いりません。暖気した後にシャーシーダイナモに乗せます。少しずつスロットル回路を大きく取ってリアタイヤを温めていきます。これをやらないとスリップしてしまって正確な馬力が測れません。またタイヤが急激に熱くなってチャンキングを起こしたりもするので結構大事な作業ですね。レブに当たっても変な煙が出ているということは全くありませんでした。
スロットルオフにした時のオイル下がりの症状も全くなくなりました。予想通り何馬力アップですか？5馬力いないかな。5馬力、うん、おいいじゃないですか。あ、もう5馬力いい感じですね。武田さん、はい、よかったですね。まあでも煙がね、まだ出てたから。あ、出てました。でもこの前のに比べたらもうほぼ出てなかったですよ。まあまあね。前この辺に、この部屋がマクロクロスケになりましたもん。明け川も出てたし、戻しても白煙出てたし、明け川だいぶ少なくなってましたよ。まあそこはシリンダーがそのままだから。ああ、まあまあしょうがない。武田エンジニアによるホーニング加工を行った後のシリンダーです。これが組み立てられています。どうしてもね、縦傷をすべて消し去ると径が大きくなってしまうので、そこまではできません。なので縦傷を、まあ、少し小さくしたというような感じのチューニングになってます。どうしても縦傷なのでオイルが下から上に上がっていってしまうんですね。まあ、ほんの少しですけれども、まあ、その分が白煙となってマフラーから出てくるというようなところは完全に消し去ることはできません。まあ、ある意味劣化が、ね、少ないと捉えるのか。でもオーバーホールで5匹取り戻す結構大変ですもんね。パーツをチューンアップパーツ入れずに、ね、5匹取り戻すっていうのは結構大変なんで。まあ、数値以上に乗りやすくなった。低中速がアップして、希釈感がなくなって、渋滞とかノロノロ運転も苦がなくなった。サーキットでも走りやすくなったっていう感じなんで、この数値の5以上に乗っては体感的にすごい良くなった。なるほど、なるほど。もう全開固定でやってるんで、やっぱり実装のフィーリングが一番感じると思います。渋滞とか中速、低速がね、乗りやすくなったっていう。はい、そっちの方が大きいと思う。数字にはほとんど出ないですからね。普通にライドオンで走っていても、もちろんリアカメラで富士とかの今まで出てた煙もないですし、ね、なんかオイル下がりはなんかほぼないぐらいな感じでしたね今ね。ちょっと俺カメラ越しのレンズだったんでちょっとあれでしたけど。あとオイル交換後、前はオイル交換してやっぱりすぐにオイルが黒くなったんですよね。あっという間に、距離走らなくてもあっという間に黒くなって、それが今回オーバーホールしてからオイル変えてもなかなかオイルが黒くならない。もう窓から見てもあ、まだ綺麗やなっていう。自体はほぼその G3 とか G4 と変えてないんですけど、その汚れが全然違う。汚れ方が、はい、そんだけブロバイがケースの中に入っていってたってことでしょうね。やっぱりあと10万15万が乗れるということですね。はい。15万は大丈夫ですね。15万ってやると10万ぐらいでピストンに行った方がいいかもしれないです。前15万の時であんだけピストンに向けて食べたんだったんで、10万キロは大丈夫ですよ。オーバーピストンを探してるんですけどね、なかなかね。一番は本田さんにオーバーサイズピストンをもう一回作って。確かにね、プレミアムバイクしかやらないとね。楽しさまあそうですね、その企業として利益が出るぐらいの強い需要がないとやっぱやれないですね。すごい音でしたね。前回聞いてないんで。ああ、そうかそうか。今回初ですからね。だんだんでした。もうイヤマフないとね、もう耳死んじゃいますからね。ちょっと壊れへんからって、ちょっとなるほどね。確かにね、オーバーホール前に比べてアイドリング回転数がものすごく安定したということをヒッキーさんがおっしゃっていました。針が動くことがなくて、水温がどの状態でも安定してアイドリングしているという状況だそうです。